クラシル。はい、こんにちは、日本橋ゆかり3代目野永喜美夫です。今日はですね、じゃん、サバちゃんですね。サバの味噌煮です。多分ね、今までのサバの味噌煮とちょっと違います。すごく効率が良くて簡単で美味しいサバの味噌煮になってます。食材ですね、はい、サバですね、1匹分です。はい、それにネギが1本と生姜1かけ、大体ね 20g ぐらいで、今日はお味噌、合わせ味噌、ご家庭で皆さんが普段使っているお味噌でいいと思います。今日 60g、お水が200、お酒が200、みりんが、60だったかな。で、ポイントがお酒はちゃんと日本酒使ってくださいね。料理酒は絶対ダメ。なぜかって、舐めてください。料理酒はね、塩が入ってるのでしょっぱくなっちゃいます。なので普通の日本酒で、もしなかったらワインでも大丈夫です。あとみりんも本物のみりん使ってください。アルコールが入ってる、甘みがある。気がつきました、今日砂糖とかないですよね、お醤油とか。なので、今日発酵調味料ですね。あとは食材から出る旨味で、今までとはちょっと違う、でも食べたらあうまいぞというびっくりするぐらい、ね、美味しいサバの味噌煮になると思います。はい、じゃあ早速作っていきます。ポイントはですね、この今日サバ生臭いのどうするかというと、沸いてるお湯にいきますよ、チャポーン、1、2、3、はい、色変わりましたよね。3秒ぐらいつけて冷水に、はい、落としていきます。これ霜降りと言います。これをしないとこの生臭い匂いが全部この後の煮るね、お出汁の中、おつゆの中にね、溶け込んでしまいますから、それが臭い原因です。はい、まだ火のついてないフライパンです。水、お酒、同割りです。200、200です。みりんです。お味噌、味噌煮なんで、ね、トン、几帳面にね、溶かさなくても大丈夫です。この後沸いていくときにまた溶けていきますんでね。生姜はね、よくきれいに洗ったままで、皮付きのままで大丈夫ですよ。そうしたらこう薄くね、スライス、よくね、臭み取りって言いますけど、臭みを取るのはここの霜降りです。で、切ったらもう入れちゃいます。ネギです。ちょっとね、大きめの、よく鍋に入れる感じですね。引いてあげる、こうやって白いところは入れちゃいます。で、青いところはどうするかといったら、さっきよりもちょっと薄めに、火の入りがね、違うのと色が飛んでしまうので最初には入れちゃダメです。サバです。こう濡らして固く絞ったタオル置いていただいて、このサバ、血合いとかこのありますか、こういうのを水の中でこうやって取ると、実はこれ、ね、霜降りすると一切匂いがなくなります。はい、で必ずここで残っている鱗とかをこうやって触って落としてあげる。で、一度タオルにかける。下処理がすごく大切です。こういうことしないと美味しいのは僕らもできません。で、身が崩れやすいので必ず溜めた水の中でやってほしいです。濁ってますね、これが匂いの元ですね。そしたら一度水分を取って、ここで綺麗にね、はい、並べていきます。これ頭出てますよね。少ない調味料でも煮るためには落とし蓋がないとダメなんです。どうするかというと、アルミホイルを乗せるか落とし蓋をするか、今日はね、こういう便利な、キッチンペーパーありますので、ちょっとね、真ん中を穴開けて、まだ火ついてないですよ、ね、ここにこう落としていただいて、ね、サイドを折る、火をつける前にこうやって折る。そうするとアクも吸着しますし、落とし蓋の代わりにもなります。はい、火をつけます。で、火加減は強火だと火が流れますので、必ず真下に当たる中火ぐらい、ここから温まっていくと沸くのに大体7分から10分ぐらいかかります。はい、やっとね、ボコボコ沸いてきました。これ実はね、このゆっくりゆっくり火が入ることによって、魚、生姜、ネギから旨味がね、出てきて、これがぐーっと濃縮されてくると美味しい煮汁になりますんでね。煮つけっていう表現ありますよね。何かって言ったら、タレをつけて食べるから煮つけって言うんですね。魚の身には味は入らないんですよ。
つけて食べる。で口の中で混ぜ混ぜした時に口内調理と言いまして、美味しく感じるんですね。で味は入るんじゃない、つけて食べる。でその美味しい味にするために今くーっとゆっくりゆっくり炊いてあげてます。はい、このぐらい経ってきましたら、はい、この落とし蓋を引き上げて、ここでもったいないのでぎゅーっと絞る。で絞ったら周りをぎゅーで、もう一回ぎゅー。ここからどうしていくか、フライパンをちょっと傾けてください、はい、そうすると汁が寄ってきましたよね。そうしたらこのおつゆをかけてあげる、はい、まだねこれじゃ薄いです。この半分ぐらい煮汁をね煮詰めるとちょうどいい美味しいサバの味噌煮に大変身します。皆さんも気が付くと思います、匂いがこうだんだん変わってきて、あー美味しそうな香り、どのぐらい煮詰まったかなっていうのを確認してください。ね、砂糖が入ってないのでほのかな甘みを感じるっていうのはみりんとこのネギなんですね。でこのぐらいになったら、先ほどの青いとこありましたよね、ネギの、これをこのぐらいの時に入れてあげます。はい、ちょっと白く感じますよね。これがね見てください、火が入るとね発色します。ほらネギがきれいに発色してシャキッとしたのがクタッとなって色がこう発色したら、はい、もう OK です、完成です。簡単でしょ。はい、じゃあ早速ちょっと盛り付けていきます。はい、食べたいよ。ほらネギがクタッと、美味しそう。上からたっぷりとサバの味噌煮です。はい、完成です。サバの味噌煮のね重要なポイントは霜降りです、ね、必ず、ね、ネットにくぐらせてください。そうしないと僕らプロでもねこう美味しいのはできないです、ね、買ってきたの匂ってください、どうしても生臭いです。それをね霜降り熱湯をねかけることによってきれいにね掃除するだけで全然本当プロの技になります。ぜひともチャレンジしてみてください。クラシルのアプリで野永きみおで検索してみてください。短く、ね、まとめた動画ができましたので、ぜひとも、ね、見てほしいと思います。はい、いただきます。お、おいしそう。このね、煮汁をこう割ったところの身にこうつけて食べる。いただきます。うん、やばいね、美味しすぎ。多分ね、これ皆さん作ったらね、これ天才かなと思いますよ。うん、おつゆにもなっちゃう。うん、最高。口の中でこう混ざった時のね、この甘さ、サバのこの脂の旨味、最高です。ぜひね、皆さんチャレンジしてみてください。日本橋ゆかりは、東京駅八重洲口と日本橋高島屋の、ね、ちょうど間ぐらいにあります。野永チャンネルも、ね、ぜひとも見てください。よろしくお願いします。